皆さんこんにちは。今回は後手番でやっていきたいと思います。いやー、ちょっと全然この動画とは関係ないんですけど、さっき将棋指してたら一手頓死したんで、ちょっと気をつけていきたい。一手頓死だけはもうしたくない。一手頓死だけはやめさせてください、お願いします。というわけで、これは角代わりにしていきましょう。五段の方ですね。ただ1勝0敗ということで、勝率 100% の相手の方。一回しか指してないのに、ドヤ顔で勝率 100% と言っていくと。そういうスタイルでいきましょう。これは早繰り銀かな。早繰り銀な気がする。銀で。うん、違うかな。桂馬速攻もあるけど。あー、銀でしたね。なんとなく、まあ、根拠はほぼゼロなんですけど。うん、これ早繰り銀に対しては歩をついておくのが、手筋というか、これの方が反撃しやすい意味があって、まあこれでどうかっていう感じですかね。まあ銀上がって飛車先を受けるのが普通だと思うんですけど、そうするとちょっと後々こう飛車先を絡めて反撃する手が対早繰り銀ではよく出てきて、それでまあこっちとしても十分戦えるっていうのがあります。だからまあ相手の方としてはここで受けない手も今考えてるってことだと思いますね。銀上がると、そういう反撃する筋があるんで、どうかなっていう。あー、やっぱりね。って言っといて。まあ、次取って同銀に歩打たれると銀積んじゃうんで、ここは同歩かな。同歩で取っといて、歩打ちはまあ歩突かれて微妙なので、まあ、銀で解くとか、まあ、飛車先の歩交換できるんで交換しときたいっていう話もあるけど、まあ一回銀上がるか。ちょっとこれ銀浮き駒のままだと、飛車先の歩を交換しに行った時に、なんかカウンター食らいそうな気もするんで、まあ具体的にはここに銀がいる時に歩をついて同歩同飛車ってすると、ここに歩って飛車を閉じ込めてくる手があって、なんか同飛車って取ると角が飛車銀両取りみたいな筋がちょっと嫌なので、一回銀上がっていこうかなと思います。ふーってきたらまあ銀引いといて、壁銀にされるのは嫌なんですけど、まあそれはしょうがないかなっていう感じでいきましょう。で、ここで銀上がる手も考えられるんですけど、まあ、それには先ほどからその飛車先から反撃する手があるって言ってるんですけど、ここで銀上がると、歩突く手があって、同銀だと角打ちが飛車香両取りになります。で、銀上がって歩突いた時に同歩だと歩打つ手があって、同歩なら同飛車が銀と桂馬の両取りになるっていう筋があって、まあ、こちらとしては十分戦えるっていうところですね。なんで相手の方は、ここは受けずに、こう、銀交換をしてきたんですけど、まあ、これはまあ、もうここまではしょうがないですね。こんな感じで進めるのはしょうがないかなと思うわけですけれども。いやー、これ飛車先の歩ついて交換していきたいけど、歩ついて同歩同飛車、角が飛車、香両取りなんで、それはできないですね。角打つと銀打たれるぐらいで微妙かな。角打って、なんか、早繰り銀に対しては、こう、飛車の小瓶を攻めていきたい。こんなか、ここのラインで。こっち攻めていけば、今、こっちが壁になってるっていうこともあるんで、そっちを攻めていきたい気持ちは、大いにある。大いにあるんですけど、どう攻めるか問題。歩垂らしとくとか一つ手筋なんですけど、どうするのがいいんでしょうか。歩垂らしとくかな。これでなんか次銀無理やり打って同桂同歩成でと金作って攻めるとか、あと歩が入れば歩成同桂歩打って逃げた時に歩成とか角で王手飛車とか、まあ、結構これが嫌な反撃というか相手の方からするとっていうところはありますね。これなー、もうぶち込みとかも考えたいけど、これここからドヤ顔で攻めていくと角のこの王手、ここ取りがあるんで、そう、ドヤ顔であんまり攻めると、ろくなことにならなかったりするんですよね。ドヤ顔で行くと、逆に恥ずかしい思いをする。そういうことは、
いつの世でも起こる話でありまして、どうしたん？いきなりそのあれはどうしたんっていう。桂馬跳ねようかな。桂馬跳ねれば角打ちが王手にならないのと、ピョーンって攻める手があるんで、桂馬跳ねると歩打ち怖いですけど、桂馬跳ねてすぐ打つのはこっちも桂跳ねて反撃できるんで、相手の方としても怖いでしょう。うん、差し切れないでしょう。多分ね。そうであってほしい。その願望のもと。結構相手の方もこれ怖いと思うんですよね。居玉で、玉頭スカスカで、しかも右側が壁で、まあこっちから見てこの右側が壁で、まあこっちもある意味壁か。結構これをまとめきるのは大変だと思うんですけど、しかし、それをまとめきるのが強い人っていうところもあるんで、そうなんやな。このあたりの感覚多分僕弱いんですよね。言っちゃった。なんかこういう薄い玉をまとめる力、そんなにない気がする。なんかまあ人それぞれ同じ段位でも、なんて言うんですか、受けがめちゃめちゃ強い人と、攻めが強い人と、まあバランス型の人と、であると思うんですけど、僕こういうのをまとめる力に関しては、全然自信がないタイプ。自信は、ない。自信はまだない。なんか角打って攻めていきたいな。金上がられて無理かな。あとこっちに角で、なんか、こう取る手を狙いつつ、間接的にこう中央を狙っていくみたいな手もありけりな気がしたりしなかったりないかな。放っとくと歩打たれて桂馬の逃げ場所がなくなってるので、これ歩突かれたことで。難しい。桂馬捨てて同歩に角で飛車とこう真ん中の両取りっていう手もないことはないけど、まあないんやろな。ないんかい。ないんかいってことなんですけど、角打って金上がってきたら銀を出る。同歩なら飛車取れる。銀打ちなら出て取って銀なり。それはまあなんかいけそうかな。角打って金上がって銀出て、飛車回られた時に、取って同金、銀、同桂、同歩なり、逃げて、桂打って、同金、同と同飛車。なんかもうよくわからん。もうわからんから攻めよう。わからん時は攻める。わからない時は攻める。それに尽きる。将棋ってあれなんですよ。勝ったら勝ちじゃないわ。勝ったら勝ちは、そう。それはそう。攻めたら勝ち。将棋は攻めたもん勝ち。はい、これでも攻めれば勝ちです。はい、これを覚えておけば、将棋は勝てます。攻めれば勝ち。皆さんご一緒に。攻めれば勝ち。攻めて勝ちなら、将棋って楽ですね。楽だし、面白くなさそう。攻めるだけで勝てるなら、深みが、コクと深みが、でもこれどう受けてくるんやろ。銀打ってくる手は考えられそうですけど、角銀両取りで。まあもう銀突っ込んで、同金なら同角。銀打って銀出て、角取ったら銀なりで。それ角金交換の駒損なんですけど、まあ玉と近辺に成銀できてるのと、まあ金2枚持ってるっていうのも結構大きいんで、それはなんとかなるかなっていう気がしてるんですよね。で、ここを受けるために飛車を回るっていう手は考えられるんですけど、それがな、それが一番嫌説ある。あー、そこね。なるほど。これは同角成なら同銀で壁銀が治るし、銀出たらもう取って銀成の時に、まあ角がここに真ん中にいる形になるんですけど、まあ何かとこう反撃しやすいっていう意味だと思います。しかしな、しかしどうなんでしょうか。もうこれ行くでしょう。銀出て角から行くとかいう可能性もあるけど、角から行くと同金同銀で銀がここにいる、銀から行くと角出て銀成りで銀成り銀がここにいるで、まあ成り銀が前にいる方がいいと思うんですよね。だから角から行くと同金同銀で角がここにいる形で、こうちょっとややこしいんですけど、これ今銀から行って取って銀成りっていくと角が真ん中にいて、こう守りにも効いてくるんで、そこがどうかとかもあるけど、
まあ成銀できる方がいいでしょ。あ、これかかわしは歩成か。うん、そうですよね。で銀成でどうか。あー早逃げで、んー、でも金出てさすがにいい気がするな。金じゃ出てじゃないわ、打って引いたらまあ歩成で飛車をもう一回いじめに行ってとか、金に引いたら桂跳ねで桂成狙うとか。なんか角がすごい真ん中で威張ってていい位置なので、それをとりあえずいじめに行くのが自然には見える。で金をここに打っておけば角をいじめつつこう玉の上部への脱出も防ぎやすそうなんで、まあ金打つか。あ、でもこれ違うわ、金と思ってた。金銀なんか持ち駒。なんか金なら金1枚使ってもいいかなっていう気するんですけど、金銀だとなんか金を1枚使うのが渋られる感はあるけど、まあでも打つか。これで逃げるならここしかないですね、角を逃げるなら。で角は逃げないとしょうがないと思うんですよね。角取れると結構こっち大きいと思うんで、結構これなんて言うんですかね、こっちの攻めって大駒がないんですけど、それでさえうるさそうなんで、次桂跳ねから桂成とか歩成とか小駒だけの攻めなんですけど結構うるさそう。それに加えて角まで入ってしまうと結構相手の方としては受けるのが難しそうなんで、ここは角を逃げるのが自然な気はするけど、まあもう角を逃げてると攻めが切らされるじゃない、もう一手一手になってしまうって考えたら逃げないんですけど、そうですよね。でここでどうするか。桂跳ねは取られた手がこっちに逃げる余地ができちゃうから面白くないかな。で金出るのは角出られてちょっと嫌な気がする。歩成は自然なんですけど、同桂って取られて同成銀がちょっと離れちゃうのが嫌なんですよね。だから歩成同桂歩とかあるんかな。でも桂跳ねで同桂で、まあそれはいいか、とりあえず歩成るか。飛車逃げるのはまあと金入っていけばうるさそうなんで、ここは同桂かな。同桂同成銀って取るか、同桂に歩を打つか、悩ましいけど、歩の方が魅力的に見えるな。同成銀はちょっと成銀が遠くなるのが嫌な気がする。でもこっち跳ねて、こっち跳ねて、いやーそうか、そっち跳ねられるんか。歩成は桂成飛車取り飛車、それはまあ勝ちか。歩成に桂馬取ってくるのは飛車取って、飛車取る手が結構厳しそうなんで、この歩成には一回飛車を逃げるしかなさそう。で逃げるなら縦かな。横に逃げると桂馬タダで取れるっていうのもあるんですけど、まあでもこう取っちゃうとこう取られるからっていうのはあるけど、あーそっちでしたね。桂馬こっちに逃げたいな。香車取らせて桂なって、いやーそれでも意外に攻めつなげんの難しいか。桂馬取って、いやーわからん。でも桂馬こっち跳ねたりすると桂成で負ける説は実はあったりする。取って取らせてと金入ってぐらいの方がいい説ある。いやーわからん、ちょっと怪しくしたかな。なんか今の手順で歩が変やったかな。てかそもそもそんなに良くないのか。まあと金入りますか。と金入って、で、あーそこ逃げ道でもこれ金上がる手が、あ、同飛車、危ない危ないね、最近そういうのやりがちだからねやりがちだからね。歩ついて同歩同飛車、銀がっちり打ってくんのかな。まあちょっと攻めてみるか。一歩手に入るのも来そうなんで、これ同飛車で歩だとそこで金出る手がありそうなんですよね。金出た手がそう、あのと金寄りの詰めろなんで銀打つと思うんですけど、まあこれは引いといて歩打ちからの攻めを見せたりしてどうか。いやーでも許されないか。同飛車で歩で、同飛車は香車でまずいってこと。これは引くしかないのか。でも叩いて同銀金でっていう筋が残ってるのは結構きそうだから早逃げしてくるんかな。とにかくここに金を出てここに上がらせないようにすれば結構寄り形だと思うんで、もう早めに上がっておく手は自然な気がする。桂馬取るのは歩取って同銀金で
勝ちと言っても過言ではないと思うので、早逃げされた時よな、早逃げされたら叩いて同銀、あーそうですよね、叩いて同銀桂馬とかで攻めてみる、同玉でも桂馬、同銀桂馬、これがどれほど刺さってるのか、歩とか突かれた時に同金、あ逃げ、逃げが効くの、逃げが効いちゃう、取って歩で金で、取って金で逃げて歩、それはよりだと思うけど、走って歩で金で同歩同飛車歩、あ違う違う違う、ん30秒、取って取って銀、同飛車同桂同玉、ひえー、それ耐えてんの、耐えてないと思うけどな、パッと見銀打って逃げたら歩がうるさいと思うんですけど、てか銀打ち同、いやー違うな、まあでも歩がうるさいと思うけど、同飛車なら同桂で取っていって攻めていくと、まあでもそれもわからんか、それもわからんちって感じか、って感じか、意味が全くわからないんですけど。まあ、そうか、同桂同玉が意外に粘り強いか。叩くと同馬か。そっか。銀上からは埋められてよくわからん。比叡山だ、これは。飛車違うよな。強者は歩。桂馬玉。いやー。銀が変やったか、でもなん、皆さんはどうしますか。投げかけていくスタイル、いやでもこれは違うかった気がするな、銀をあっさり取ったのが変やった気がする、とりあえず取って竜引きで使う手もあるんで、とりあえず取っといて、取っといて砂丘、取っといて砂丘で、あ、こっちに使った方が良かったかな。これなんか止められてそんなに、そうですよね。いやー、やったかもしれん。これ、竜の使い方が、ない、説。まあでもこれで回って使いに行くか。なんか銀捨て同玉竜とかそういう筋があるので、入っといて。次、歩、そこね。金で。強者やばい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 、桂馬足してやばいやばいやばい、銀捨て同玉、歩歩なりでどうすんやろ、取って大丈夫か、それはそれは取って大丈夫、だから時間30秒か、ここに歩打つ手が攻めとしては厳しいんですけど遅いんですよね、同銀なら桂馬取れる、同金なら銀取れる、歩に桂馬逃げると歩なりが厳しいんですけど、歩を手抜かれた時が、でも歩で桂馬取って桂打ちからの詰みも狙えるから意外に早いっていうことはあるけど、意外に早し、意外に早いよ、ホトトギス、いやーまっすぐ、いやー合駒したくない、合駒したくない、ザウルス合駒したくない、ザウルス角は逃げる、あー詰みか、それ詰まされたかもしれん、詰まされたかもしれない問題、詰まされなかった、詰まされたかもしれない問題を解決したけど、いやーちょっと待って、逃げる20秒、いやーちょっと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 、いやーダメか、人道玉角10秒、いや待って手が見えない、くこれは罪か、普通は罪というか負けか、罪はないのか、でもいやこれ時間残してたらどうなってたかわからんかな、いやでもきつ、叩きとか、叩きがきついか、叩きが詰めろで入っちゃうか、あーいやーどうしたらよかったんやろ、これ角成りで罪ですね、どうしたらよかったんやろ、なんか勝ちはあったような気がするんですけど、ちょっとソフトで見てきます。というわけで感想戦なんですけれども、いやーこれ一箇所すごいいい手逃してましたね、いい手というかいい手順、まあそこやっていくんですけど、メインに、
まあこれは一手損角換わり対早繰り銀の将棋で、まあ中盤はまあ難しいながらも、まあなんていうんですかね、いい勝負できてたかなっていう感じで、まあこちらとしてはこの成銀をできたあたりはまあリードを奪えてたのかなっていう感じはします。こう金打って、まあ現状駒損なんですけど、駒損といっても角金交換ぐらいですし、相手の方の陣形が壁なので結構危ない形なので、まあ十分かなといった感じで、でこんな感じで攻めて銀を打つと、これはまあできれば相手の方としては歩で済ませたいところなんですけど、歩を打つと飛車を逃げずに金を出る手があって、これがと金寄りの詰めろになってるんですけど、分かってても起きにくかったりするので、これはまあ勝ちかなと思います。で銀打たれたここですね、ここですごい手があって、皆さん分かりますかね、これ。これそうか、これそれでも金出る手があったみたいですね。いやさすがソフト先生いやまあこれ普通見えるのかな、同銀と取るとこれを桂馬取れるの でなおかつこう相手の方の右側の逃げ道を防ぐことができるので、これはまあ勝ちですね、まあ勝ち勝勢ですね。で金出た時に同飛車が気になってやめたんですけど、これで同飛車同銀ってなるとこうここに逃げられる手が残ってて嫌なんですけど、ここで桂馬打つ手があったみたいですね。これがと金寄りまでの詰めろなので、相手の方は飛車を取ることができないと。で結構受けが難しくて、受けるなら金上がるぐらいなんですけど、そこで飛車取って、これ同銀とか同金とか取り返すと飛車打ちで詰みになります。なので早逃げするしかないんですけど、まあこれだとさらに金も取れますし、桂馬でこの金を取れますし、飛車をボロッと取れてるのではっきり良かったですね。飛車逃げといて飛車成りからの攻めを狙うぐらいでも、こちらがまあ一手勝ててるかなっていう局面ですね。まあこう逃げてなった手がまあ竜切りからの詰めろですかね、詰めろになってると思うので、まあ大体詰みですねすごいざっくりですけど、まあこんな感じで進めればはっきり勝ちだったみたいですね。まあはっきり勝ち勝勢だったみたいですね。いやーそっか、ここで金捨てる手、そうか、銀打ちはそのこの相手の方の銀打ちは金を出る手を受けた手なんで、なんかない金出る手ないかなとちょっと思っちゃったんですけど、それでも強引に出ていく手があって、それが寄せの攻守でしたね。それを逃してちょっと怪しくなって、相手の方に玉上部に逃げられる形になったんで、この辺りはもう結構こっちが自信ないというか怪しい局面になってたみたいですね。まあ結構この上部にいる相手の方の玉が天空の城ラピュタって感じで寄らないんで、こっちとしては厳しいかなっていうところですね。いやー、あの金捨てできたらかっこよかったな。あの金捨てできればめちゃめちゃかっこよかったような気もするんですけど、いやーちょっとそれを指すにはまだ修行が足りないですね。ちょっともっとレベルを上げていかないと。レベルを上げるために何をするか、先祖みたいな食べれば一気にパワーアップみたいなのがあればいいんですけど、まあ、もちろんないんで、まあ詰将棋とか頑張っていきたいと思います。